皆様との約束をですね、守れていない、現時点でも守れていないということにつきましては、改めて都知事としてお詫びを申し上げたく存じます。 これまで、この無害化という言葉がガッとロックのようにかかっていたわけでございますけれども、しかしながら、残念ながら、この無害化ということについては、達成はされていないのは事実でございます、皆様との約束をですね、守れていない、現時点でも守れていないということにつきましては、改めて都知事としてお詫びを申し上げたく存じます。<laughs> 我々築地の中卸はです、ね、この移転の問題築地の再整備から移転の問題に関しましてずっと振り回されてきました、えー、都の幹部の方々の言うことは信用できません現状の中では豊洲への移転はやはり、えー、安全安心が確保できないので我々中卸の間ではほとんどの方がです、ね、今の状況では移転できないなというふうに思っております なかなか風評を払拭することは難しく、ぜ、え、ひ、ー、ともですね、えー、小池都知事の言葉からです、ねえー、豊洲市場の安全、安心宣言をしていただくことを心からお願いしたいというふうに思っております小池さん、自分たち仲卸とかに、こういうことを聞くのは野暮ですよ、野暮だし、酷ですよ。 皆さん、いろんな思惑があって、いろんなことをなさって、いろんな商売してるし、皆さん、商売敵です。そこで豊洲行けだの、築地に残れたの、築地再整備だのって、それは自分たちが決めることではなく、都知事が判断してください。都知事の勇気と優しさと、魂を持って、自分たちに答えを出してください。自分は築地が大好きです。以上です。 やはり直接お話聞くのはどんなに有効か、どんなに重要かということを改めて感じました。そしてこれからもですね、東京の、そして日本の食の中心であり続けることは変わらない。これをどういうふうにさらに磨いていけるのかどうかということについて、また皆さんからもご意見も伺いながら、私として、基本的な方針、これを詰めていきたいと思っております。